Oh, bit slippery. はい、レイからは火山が見えます。ちょっと近くにズームするとあんな感じで煙が上がってます。まだ活火山だそうなので今日噴火しないことを願ってます。教えてどうしたかな。どこ行った？どこ行っちゃった。あそこに、あそこに見える見える、ほらそこにいるの。へえ、見えない。カメラやったらちょっと分かりにくいかな。うん、綺麗な。こんな感じでテントが張ってます。ちょっと朝食前に周りを回ってみます。どんな感じかな。お元気ですか？はい、お元気です。日本語上手ですね。ああ、no understand. Ah, okay. Just greeting. Good enough, though. Yeah, yeah. Are you okay for the Koju? Yeah, yeah. Oh, fantastic. Are you tour guide or something? No. Are you local here? Yes. No, I'm from Bali. You're from Bali? I'm visiting. Yeah. You've been to Bali? Yes, I have actually. Before this or? Yeah, before this as well. Last year, November, I was climbing Mount Batu. Oh, Mount Batu. Yeah. It's not that hard like this. No, hard. No, nothing compared. Mount Rinjani was really hard. Really hard, yeah. We finished yesterday, but it's really hard. Yeah. How long you've been in Australia? You have Australian accent. Oh, that's right, yeah. Thank you, Pitu. Bye bye. いい人でした。また周り見てみます。昨日、イプトゥさんは自分たちのテントの後ろで過ごしてみたいなんですけども、全然知らなかったです。昨日ここ歩いてきて道だな。朝のウォーキングもいい感じです。Fantastic. Thank you very much. My favorite tea. Yes.And the omelette looks lovely. Thank you so much. Welcome. Would you mind just giving us a black sauce as well? I forgot the name of it. You know the black one? The black one? Yes, that's my favorite. Japanese. Yes, that's the one. Thank you. Japanese, yes. 美味しそうです。いつもソースは3つ用意してくれてます。黒いのが私が一番好きなソース。This is my favorite. It's really good. Ketchup, mayonnaise. Ketchup, mayonnaise.これ美味しいので使ってください。トマトソースは使ってません。あとこのチリソースもいつも使ってます。じゃあいただきます。今もねこのレイクの横で食べるので景色も最高です。はい、朝食美味しかったです。今日の予定は今から滝とか、もしくは洞窟を見に行ったり、あとジュラシックパークに出てくるような景色があるそうなんで、そこも見に行きたいと思います。昨日のせいでもう顔もすごい焼けました。顔がヒリヒリしてます。昨日のこの時間はマウントリンジャに登ってました。ほんとしんどかったです。特にその前の日は風が強くて一睡もできてなかったので、寝てない状況でマウントリンジャに登って、帰ってきてフラフラの状態で4時間かけてここに降りてきたので、もう昨日は本当にしんどかったけど今日はバッチリ寝れたのでめちゃめちゃ元気です。じゃあ楽しんできます。はい、今から出発します。ガイドさん曰く6時間ぐらいのウォーキングだそうですけれども、いつも私たちはゆっくり行くので7時間ぐらいになると思います。では行ってきます。セナルルートに、トリアンルートに、何だってこっち、セナルルート。真ん中のルートはコロナが終わってからできたばっかりなので、まだ新しいルートになってます。こういう下りが多くなってます。頑張ります。道はすごい細いです。もうちょっと奥さんが滑りました。この7キロのカバンがなかったら楽やけど、大きいカバン持ってるからちょっとしんどいな。今カッコつけてくれてます。ありがとうございます。
今セバル山の説明を受けました。森が好きな人はこの山だとポジション3までは森が続いてるみたいなんで、こっちの方が森好きにはおすすめだと思います。でポジション3からはサバンナの状況になってます。サバンナは 今私たちがいる状況がサバンナと呼ばれている状況です。だから森好きの人はこの山に挑戦してください。ポイント、ここから下りになります。気をつけております。おー、こけました。気をつけていきます。気をつけてね、ここら辺危ない、急。え、マジでちょっと、うん、今さっきでも結構急だったのに。そうそう、ここは急やわ、気をつけてな、うん、一歩一歩ゆっくり行った方がいい。ちゃんとどこに足を置くか確認してから降りた方がいい。ちょっと手つかない、うん、その方がいいと思う。頑張ってね、ここちょっと急やから、うん、ゆっくりでいいからね。登るわけじゃないから全然。そうそう、でも下りも滑ったりすんねんな。まあ、幸い晴れてて濡れてなくてよかった、うん、今回雨季やけど雨が降ってないから恵まれてる。苔があったらあるから、うん、あったらきついよなこれ。そうそう、まあ、よく言えばもっと曇っててくれたら歩きやすい。やな、暑いな。今からゴアススに向かってます。ススはミルクという意味で、ゴアはケーブという洞窟という意味ですね。だからミルクの洞窟という意味らしいです。どうなるか楽しみです。きれい、きれいな滝の音が聞こえる。あそこかな、あそこかもしれん。かもな。あ、綺麗な。あ、川が流れてる。え？何？湯気出てる？あ、なんか向こうの方に看板がある。なんやろ、行ってみよう。ここ降りるんか、広いな。しかも滑りそうな、苔が生えまくってる。で、川流れてるな、ここ。湯気出てるか、暖かいかな、そこら辺。どうなんやろ。雲がだいぶ出てきた、さっきの山。じゃあ、ウォーク。Okay, alright. I have a feeling I might have an accident. Is it hot water there? Yes, hot water. Hot water. Oh, it's hot water down there. Oh, it's hot water. 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 It's hot water.うぅ、あ、上がった上がった。向こうの方めっちゃ曇ってる。はーい、待ちまーす。すごいな、ここも。なんか映画の世界みたい。はい、今森に入ってきました。涼しいです。はい、進んでいきまーす。この状況がずっと続けばいいのにな、涼しい。でももう、あ、そうや、そうそうそう。でも光が見えてるからもう終わりかな。いやー、いい、細い道。知ってる、どれもかゆい葉っぱに見える、うん、長袖着てきてよかったわ。でも足が半ズボンやから足はかゆくなるかも。私はここをまっすぐ行けたそうなんですけれども、土砂崩れのせいでこっちの道ができたそうです、うん、はい、完璧に道ないです。うっ、危なっ。石も、足元に石もあるから滑る、怖いわ。足、今膝打った、痛っ。大丈夫？こう膝、石があるから気をつけて。分かった。うん、ちょうど膝元にあった。あの、ここ分かりにくいけど段差ある。え、そう、うん、気をつけて。あ、滑った。大丈夫大丈夫大丈夫、めっちゃ危ない、ここ気をつけて。うん、あっちこっちに岩が隠れてるから気をつけて。あと分かりにくい段差が急にあるから気をつけて。なんか足に絡みついてきた。あ、ガイドさんが行っちゃった。ここも段差が気をつけて、岩もあるし、ここら辺足、岩がある、気をつけて。分かった。あ、狭いわ、狭いし岩だらけ、段差もあるからめんどくさい。ここら辺は The big one and small one. Oh, the both of them. Yeah. あれが温泉だそうです。お、やった。お前、ぐつぐつなってるよ。うん、すごいな。大変や、ここ、うん、きついな、ここ。うん、やっぱ秘境にはな、こういうところがつきもんないよね。そうそうそう。もう普通やだろ、ここ見て諦めるわ、道ないもん。あの近くにあるのに。そうそう、こんなんやで。道じゃない、これ、明らかに。進みます。はい、温泉にたどり着きました。
Oh my goodness! Look at this color. じゃあ温泉に向かっていきます。あったかい。あったかい。入ります。うん、深い深い。あったかいやろ。気持ちいいここ。あぶくんとこ。ああなんかじわ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 ってくる。ずっとなんか炭酸水、あったかい炭酸水に使ってるみたい。すごいここ。あー気持ちいい。気持ちいい。寝転んだら肩まで普通に疲れる。気持ちいい。こんな感じです。すごい気持ちいい。あっち足湯な。景色見えてるんや。うん、曇ってる。でもそれもそれでいい。気持ちいい。幸せやわ。ここでなんかビールとか飲んだら、あれワシかな、何あれ、なんか鳥が飛んでる。気持ちよかったです。ここら辺のエリア全部ゴアスというそうです。昨日の日焼けで目が腫れてます。よくこんなに腫れたの初めて。あー今から2カ所目の温泉に行きます。もう服は、あ、今奥さんがこけました。大丈夫かな。はい、じゃあ進みます。頑張ります。ここはこけた場所なので気をつけていきたいと思います。今ちょっとガイドさんにサンダルを借りて、サンダルで歩いているのでちょっと歩きにくいです。でもすぐ濡れるそうなので靴からサンダルに変えました。ここら辺からずっと道が濡れているので、まあサンダルで良かったかなと思います。あ、ここが特に濡れてる。おお、びちょびちょやな、ここ。ああ、OK。ああ、父さんから方で。ああ、OK。ガイドさんの足のサイズが一緒でよく。秘境は大変。確かに。まさに秘境やな。絶対道じゃないな。行きたくないやろ、本当に遠いや、遠いのにサンダルで移動か。ま、朝の温泉もサンダルで移動したしな。あ、見えてきた。なんか可愛らしい滝やな。なんか色が変わってる。見た、滝の色なんか変わってる。疲れたか。確かにわかる。それとそのそんなところじゃないな。わかるわかる。とりあえずここを乗り越えたいな。なんかサンダルがキュッキュ言うからおならしてるみたい。危なそう、ここ完全に道じゃない。ここは絶対ガイドがいるな。どこ消えたやんか。もういないやんか。どこ行ったん。ムル、 Where are you? OK、 Come backComeback. 行き過ぎた。うん。どこ？ないやん。Where did you go, Muru? Can't see you. Come back. Okay. Okay. はい、行きまーす。Okay. 道は全くないです。これ絶対通り過ぎるわ。え？これ絶対通り過ぎる。No. 道がないもんだって。ここは道じゃない。あ、石があるで。まあ石というより岩がある。靴がつあるな、結構。確かにここは靴じゃない方がいい。あ、今からここ歩いてきます。うまいな。うわ、ちょっと滑る。うわ、なんか、ぬるぬるしてる。ぬるい？あ、ぬるいぬるい。さっきの温泉ほどじゃないけどぬるい。うわぁ！足にめっちゃもがついてきた。足に穴があった、ここ。怖っ。ここ穴があるから気をつけて。Okay. 危ないわ。綺麗な、めっちゃ湯気が上がってる上の方で。あれ湯気なんかな、それとも霧なんかな。どっちやろ、分からんな。ここが暖かいんかな。暖かかったんですか。暖かい、暖かい。暖かい。え、温泉の滝これ。温泉の滝やってるの。すごい。温泉の滝初めて見た。すごいな。感動やわ。流されたら怖いな。ここ今から上がっていきます。ちょっと奥さんが出演してます。
頑張って。今からそこ行きます。さあこれで行こう。ここ滑らないようにしないとな。うわ滑る。はい、ゴアスに到着しました。すごい迫力です。大変でした。暑い？暑い。へえ。中入る人いるんだけど、暑すぎるかも。中入るんや。入る人いるんだけど。へえ。暑い、ここ。暑い。厳選やな、ほんまに。暑い、暑い。こんなか？こんなか。Here? Yes, up. Okay.Right, yeah, right. Right. こんなか、こんな感じです。すごい。はい、入ります。 Very slippery. すごい滑ります。片手で撮影してるのでちょっと難しいです。はい、今ケーブルの中入ってきました。中こんな感じです。天井はこんな感じになってます。すごい場所です。外はこんな感じになってます。あー今こんな感じです。ここのお湯がすごい熱いです。あームルも来ました。ムル、ハロー。はい。ここのお湯は本当に熱いです。もうちょっとで足を上げます。熱いわ。気をつけながら違う道で滑り降りていきます。 Are you going fast? OK, I'll watch you. おー、ビッケーファー。わー、怖いな、ここら辺は。もう、周りは真っ白でーす。オッケー、しゃがみながら入ります。うわ、すごい、頭落ちそう。どう、すごいやろ。いや狭い、でも広い。え、広い？広くないか。でもケーブの中の。Now you can sleep here. Yeah, I can. これ横なの。This is the Fengshen meditation. Oh, Fengshen, did you say? Yeah, meditation. Ah, meditation. はい、ここで瞑想に来るそうです。はい、さっき入った場所が。現地で天然サウナと呼ばれている場所です。気持ちよかったです。ここもあったかい、気持ちいい。ここ滑るから、うん、どこ行っても滑る。あそこからも流れてるし、あそこが滝です。気持ちいいわ。はい、ここがゴアスス、 GOASUSU ですね。で、日本語で言うと牛乳の洞窟。そこら辺が白いので牛乳みたいな色なので、あの牛乳の洞窟と呼ばれているそうです。気持ちいいな。あー気持ちいい。あー疲れが取れる。さすがに3日目やから疲労がピークに達してきてから今日は最高の日です。あー気持ちいい。日本語の YouTube でいろいろ見てたけど、ゴアスでは何も出てこなかったので日本語で紹介するのは初めてかもしれません。インドネシア語とか英語ではあったんですけども、日本語はちょっと見当たらなかったですね。チャンネル登録してね。